元気さまです。くるみじ手術の平です。本日は、まあ、宣伝なのでうちのくるみじ手術のオンライン家庭教師ですねの宣伝なので、まあ、飛ばしてもらって結構です。まあ、一応参考になるような話はしていきたいと思っておりますが、はい、ということで、くるみじ手術、私が経営している学習塾ですが、まあ、代表ということで代表取締役と書いていないわけですね。代表取締役っていうのは株式会社になった人たちのものなので、株式会社にはしておりません。うちはですね、一般の、まあ自営業みたいな形でやっております。というのも、まあ、生徒数が100人を超えないと株式会社にはできないと思うんですね。はい、だからどこの塾さんも生徒数100人以上に行くぞってなことでですね、頑張ってます。だからうちは生徒数100人は超えなくてもいいなというようなところでやってますんでですね、前にも言ったと思いますが、まあ、当時遠征予備校で500人とか集めていたと、もう目が届かないわけですよ、500人とかなるとですね。他の先生たちに任せないといけないので、やっぱちょっとそれ責任取れないなっていうのがあるんでですね。で、熊本で一人でやっていた時なんですけれども、生徒数が160人になったので、さすがにもう一人ちょっと先生雇ってもらわないと一人で160人無理ですよっていうことでですね、話をしたんですけれども、いやダメだと、160人ぐらい簡単やろ、ただ映像を流して見せるだけやからと、ね、160人ぐらい一人でやれみたいな感じでもう無理と、小学生や中学生を教えている塾の塾長先生なんかは一人で200人とか見てます。だけど高校生の場合はですね、大学受験非常に複雑です。さっきからもう説明しているように、もうこういう風になってああいう風になって、だから合格する合格しないっていうのはですね、ものすごく複雑なものがありますので、まあそこで160人とか100人を超えてくるとですね、もう160人も無理なので、パーンともう、失敗ばっかりでした。もうあの時はですね、もう生徒たちかわいそうだったですね。はい、一人じゃ無理なんです。だからそれを考えるともう100人までは限界ということで、まあ本校舎が今40人です。第二校舎の方が、まあ、久留米市の道路拡張工事で建物ごと壊しますということで立ち退きさせられたんでですね、そっちが30人、こっちが40人の合計70人でやってたんですけども、もう今本校舎40人だけでやるっていう形でですね、まあ、ちょうどコロナで生徒数が半減してます。もう70人の半分で35人とかそんな感じです。だからもうちょっとで40人いっぱいいっぱいになるかなっていうところですね。ギリギリ43ぐらいまで詰め込めるかなっていうところではあるんですけど、詰め込むって言ったらちょっと表現良くないですけどね。はい、ということで、まあ、40人ぐらいをちょっと目安にしておりますので、まあ、あと60人ぐらいならオンラインとかでも見れるかなっていうところですね。今ちょっとオンラインでいろいろ県外の学生とかが申し込みをどんどんしているところですが、まあ1万円でいいです。本校舎に来る生徒さんは2万とか3万とか払ってもらってますけども、高1高2コース2万円高3コース3万円とかいう形でやってますけれども、オンラインでやる生徒さんたちに関してはですね、今のところ月額1万円で消費税もなければ教材費もなしという形でやっております。ただちょっと教材費に関してはその担当する先生がですね、ちょっとあなたはこういう教材を買ってきてと、あなたはこういう教材が必要だと思うから買ってねというようなことは言われると思いますが、特に何かこちらの方で作った教材を販売するとかなんとかはないですので、まあそうですね、弟の子供、まあ、私の甥っ子が、まあ、地元の西南学院中学校に合格したんですけどですね、まあ、その時通っていた大手の塾さんがなんか夏期講習か冬期講習で10万円教材費とか言ってきたので、もう私の弟はびっくりしてたんですけどね、兄貴これどうなってんの今の塾業界はとですね、教材費とか10万円とか請求されたよとかいう感じでですね、だからもう必ずお問い合わせでですね、多いんですよ、教材費はいくらですかとですね、月額1万円分かりましたと、でも教材費っていくらなんですかとかですね、消費税込みじゃないですよねって、消費税込みですこれですね、一応消費税とか別個に取ってはいませんので、はい、ちょっとなんか1枚目でえらい長くなってしまったな。はい、ということで、ちょっとお問い合わせが今増えてきているもんだからですね、ちょっとその対応で、お話したいと思います。
このチャンネルですね、今皆さん見ていただいているこの YouTube チャンネル、まあ分かっている人が多いだろうとは思うんですが、一部分かってない方がおられると思いますので、使い方をちょっと説明しておきますと、まあ、この動画の下のところにタイトルがあって、178番で、これ179番かな、これは。179番でオンライン家庭教師の宣伝とかなんとかタイトルが書いてあると思いますが、その下に私の写真があって、その横に久留米自習室オンライン家庭教師というふうにありますので、これをクリックしてみてください。これをクリックしてみますと、まあ、上の方にうちで教えているオンライン家庭教師の大学生の後ろ姿が上に写真で写ってですね、その下にホーム、動画、再生リスト、チャンネルとか書いてありますので、動画の方をクリックしてみてください。ですね。そうすると動画の一覧がワード出てきます。で、動画の一覧がワード出てきて、パソコンであればこういう並び替えっていうのが書いてあります。で、スマホの方は追加日の新しい順とかいうのが出てくると思いますが、まあ、そいつをクリックしてもらうとですね、まあ、並び替えっていうのをクリックしてもらったら、まあ、人気の動画っていうのが出てくると思いますね。人気の動画、追加日の古い順、新しい順という3つが出てくると思いますので、その並び替え、パソコンの人は並び替え、スマホの人は追加の新しい順のところをクリックしてもらって、人気の動画っていうのを例えば押してもらうとですね、そうすると再生回数が多い順で出てきたりしますので、まあ、こんな感じで並び替えでわーっと出てくると思うんですよ。上から1番目からですね、2931回、私立大学が、ですね、日東駒線とかが南下しますよと、で、やらかした私立大学という話とかですね、で、1343回、25番の動画ですね、78番の動画、1010回再生、98番の動画、837回再生、59番の動画、804回再生、53番の動画、553回再生、43番の動画、420回再生みたいな感じで、ざーっと動画が出てきたりすると思いますから、自分の気に入ったやつをですね、まあ、再生回数の多いやつとかは結構目を引くような内容だと思いますので、まあ、こういったのを、まあ、おすすめ動画という形で見てもらえればと思います。はい、ということで、実際に内容に入っていきますが、まあ、オンラインで提供できるというような内容に関して、学びエイドとオンライン家庭教師をそれぞれ1万円で、提供しています。で、うちの校舎に来てる生徒は別ですよ。うちの校舎に来てる生徒はもう席の数が40席でも決まっちゃってますので、1万円とかだともう赤字になっちゃいますんでね、うちが。だから高1校には2万円、高3、高卒生とかは3万円とかいう感じですね。ちょっと高卒生はちょっと考えさせてもらいます。他の予備校と掛け持ちっていうような生徒さんもいたりするからですね。3万円はちょっと高いっていうようなこともあるかもしれませんから、まあ、そこはちょっと話を見ていきますけれども、まあ、あとですね、これを申し込んでもらえば、要するに月1万円だけ申し込んでもらえば、オンライン自習室とか、1000枚の受験マニュアルとか、私の方とメールや電話で相談できるとかいうふうなことが、まあ、ついてきますので、まあ、結局、私とちょっとつながっとってほしいわけですよね。私とつながって、いつでも相談できるような形を取っておいてほしいなというふうに思うわけですよ。だからもう、特にその自分の志望大学はこうですけれども、どうしたらいいでしょうかとか。あるいはその志望大学がこういうふうに変更したいというふうに思っているんだけどどうでしょうかとかいうような形ですね。もう電話してもらっても結構ですよ。もう本当にですね。で、メールとかですね。で、うちの先生ですけれども、こっちのオンライン家庭教師ですが、まあ、英語の先生が社会人でいます。で、あと物理数学を教えている大学生と科学数学を教えている大学生がいますよということですね。で、あと一人国語の先生いるんだけど、ちょっと今国語の授業でもいっぱいいっぱいになってきてるもんだから、もうその先生しか国語いないんでね、英語も教えてる先生なんでですね、人気なんですよ。だからもうその先生、ちょっと国語は厳しいかなというふうに思ってるんで、まあ、一応残ってるもう皆さんですね、もういつまでたっても申し込んでない人いると思いますが、もう今から申し込みだともうこの3人くらいしかオンライン家庭教師の先生いませんので、ですね、意外にこっちの学びエイドでの申し込みが多いんですね。学びエイドは結構人気なんですよ。月額1万円で申し込みますというようなお問い合わせがですね、結構あったりしているので、家庭教師よりも学びエイドとかをですね、指導される方がいいのかなというのがですね。で、学びエイドをここで取っている方、学びエイドを取っている方は、うちの、私のブログがありますんでですね、この下の方に、見方は分かりますかね、下の方にこうわっと広げると、SNS とかがこう出せるようになっていますので、
下の方にこう開いてもらって、で SNS で私のブログとか、電話とかですねしてもらうといいと思います。ちょっとそれ分かりやすいように作り変えるかな。はい、ということで、よいしょ。はい、あとは最後にですね、まあ、おまけですけれども、うちの校舎に来ての指導ですけれども、うちの校舎に来てもらえれば自習室がありますので、久留米自習室という看板を立てておりますのでですね、自習室を提供しております。まあ、これは月額1万円という形で、個別指導ですね、まあ、オンライン家庭教師のやつを個別にマンツーマンでやってると。ちょっとオンライン、コロナが落ち着いてきたもんだから、オンライン家庭教師だった生徒たちがこっちにわーっと来てうちで受けてるんですよね。だからもう個別指導をやっていますが、まあ、またちょっとコロナで、自宅待機とかになったらまたオンライン家庭教師に戻るだろうと思います。であと学びエイドの方をうちでここの自習室で、みんな受けてもらってます。Wi-Fi 環境がありますので、まあ、それでスマホで受けてもらったりしてもらってますが、まあちょっとですね、コロナがこれから流行ってくるとなると、ちょっと年末年始は閉めないといけないかもしれんなと思ってます。おそらく年末年始は10万人から20万人の死者が出るだろうというふうにコロナ、CDC がですね、日本では10万人か20万人だろうなみたいな、その、なんですか、スペイン風邪か。あれを前提に今ずっと計画を立てているみたいですので、まあ、日本の場合そのスペイン風邪の時は12月1月とかですね、まあ、そういった年末年始は10万人から20万人お亡くなりになってましたので、まあ、亡くなる原因としては結局なんでなのかっていうと、まあ、一つにはそのウイルスが活性化するっていうのはあるんですけど、まあ、ただコロナって全然冬とか夏とか関係なく一年中すごいですよね。だから今全然死者は出てないじゃんと。今これだけ全然死者が出てないのに、なんで12月や1月で年末年始でいきなり10万人20万人亡くなっちゃうのよっていうようなことで疑問かもしれませんけど、まあそれっていうのは結局のところインフルエンザとかが流行りだすので、皆さんの免疫力がドーンと下がるんですね。もうみんな体がウイルスでもうボロボロになるからですね。だからもう冬場っていうのはものすごく体が弱くなってしまって、でコロナで、感染しやすい、感染というか死にやすくなるっていうようなことですね。だからコロナ自体がまあ原因じゃなくて、コロナはあくまで最後の一押しするっていうようなところですね。もう最近そのコロナの影響でどんどん倒産してますってあるじゃないですか。あれって別にコロナの原因じゃないんですよね。もうコロナ以前にもうやばいという状況だったわけですよ。それが最後コロナで一押しされて倒産っていうふうになったのと一緒で、もう人間もこれから年末年始の冬の寒い時期、インフルエンザとかで風邪をひいて、まあ、ウイルスが活性化したことによって体調不良になって、それでもう最後の人を押し、コロナがボンと背中を押して、お亡くなりになったとかいうんですね。肺炎になっちゃったとかいうふうな感じですね。うん、まあそういうふうになるんだろうということなんですが、まあ、ちょっと年末年始があるんでですね、どうなるかなというふうに見てますが、まあ、うちの校舎に来た場合には、もう席が40席しかない関係で、この1万円の中から2つ選んで、高1高2生は月額2万円と。というか、まあ、実習室を大体皆さん選ぶんですけどね、実習室を取ってあとプラス個別指導にするか学びエイドにするかで月額2万円と。で高3や高卒生の場合には実習室プラスこの辺を2つぐらい取ってですね、まあ、個別指導を2つ取るか、まあ、学びエイドと個別指導でというような感じで2万プラスして3万円というような形を、皆さんにお願いしております。はい、以上です。最後まで見ていただいてありがとうございましたですね。まあ気に入っていただければチャンネル登録をお願いします。下の方に私のブログとか、お問い合わせチートとかありますので、遠慮なく送ってみてください。で電話番号もありますので、電話もしてもらって結構ですので、よろしくお願いします。はい、以上です。